はい、こんにちは、大竹春香でございます。今日もねポジドラ雑談ということでね、まあつらつら喋っていこうと思うんですけど、まあ、タイトルにもある通り松葉投手が FA 宣言をしたというね、和田和弘さんがこうコーチ翔平だっていう一面に出てる端っこに出ていたというね、ちょっと扱いがね、大きなニュースと被ってしまってね、残念かなとは思うんですけれども、まあその和田さんの話もね、まあ別でちゃんとしたいとは思うんですけどね、春さんが辞めて、入ってくるっていうね、今までプロで教えた経験ないからね、2軍になるのかな。ヘッドっていうのもね、まあ一応空いてるっちゃ空いてる、落合さんがね、投手コーチと兼任でやられてるっていうことで空いてるんですけど、どうなるんですかねその辺はね。まあ今日はね松葉選手の話をしていきたいと思いますけれどもね、FA、ついに取って、宣言をするとね、まあ、基本的には中日に残りたいと、残留が最優先ではあるけれども、周りの球団の評価を聞いてみたいっていうね、そういう、まあ、要するに宣言残留になる可能性も、まあ、年俸次第ではあるという話ですよね。寂しいですよね、名古屋でこう頑張って投げてくれてるイメージですからね。で他のね、意外と他でも特に交流戦なんかはね頑張って投げてくれてたんですけどね、まあ、去年又吉選手いなくなって、今年は松葉投手かっていうね、まあ、寂しくはあるんですけども、まあ、選手が頑張って勝ち取った権利ですからね、まあ、ファンとしては寂しいですけど、松葉選手に一番いい形になってくれればなと思います。でね、どうするんだろう、 C ランクなのは多分間違いないのかな、2800万で、 C ランクだと保証もいらないっていうことでね、まあ争奪戦になるんじゃないか、左腕で、まあある程度計算ができて C ランク、まあどっかが手を挙げるのは間違いないっちゃ間違いないですよね、多分ね、僕はそう思うんですけど、どうですかね。でまあどっかは手を挙げて取られてね、寂しいっすね。で名古堂しか投げれないじゃないかみたいな話もあるんですけど、成績だけ見ると今年は名古堂でむしろそんなに良くないんですよ。名古堂だと 3.72 防御率がね、あんまり実はめちゃくちゃいいかっていうとそういうわけではないね。ゴロピーだっつってね、そういう感じなんですけど、成績だけ見るとそうね、ゴロピーなのかな、今年はそんなに多くゴロを取ってるイメージもないんだけど俺は、グラウンドアウト、エアアウト、ゴロアウトとフライアウトの比率が 1.17 っていうことで、まあ、若干ゴロのが多いっていう感じか、フライより 1.17 倍ゴロが多かったね、これが阪神の青柳投手とかになるともうほぼ 2.0 とかねに出るような数字で 1.17 っていうのは実はイメージほどゴロが多いわけじゃないっていう感じかな。でやっぱコントロールもねすっごくいいんですよね。四球率、四死球率がね 1.62、 もうほぼフォアボール出さない、まあ、対して三振、脱三振率が 4.59 ですか。まあ、三振は少ないけれどもフォアボールは出さない、打たせて取るっていう、まあそこは典型的なピッチャーかな。でゴロとフライの比率がねそんなに変わんないじゃんっていう話はしたんですけど、基本塁打率が 0.36 っていうね、低い、かなり低い、ホームランはほとんど打たれないよね、まあ、名古屋ドームで投げているね、バンテリンで投げている以上はね、ここはある程度バフがかかるっていうか、まあ、名古屋の選手はホームランラインが少なくはなりがちなんですけれども、それでも低い方かな。ただ防御率がね 3.33 か、意外といってるなって、まあ、後半結構打たれましたからね。でウィップ 1.14 か、1イニングあたりして平均してどれだけランナーを出すかの数字が 1.14 っていうね、まあいい、普通よりはちょいいいぐらいの数字かな。どうなるんすかね、寂しいっちゃ寂しいですけどね。今年はねヤクルトにね 5.79 やられていて、対して広島では 2.30、 いい形でなってほしいですけどね。まあ、C ランクですからね、こっち戻って選手がもらえるっていうわけでもなしっていうね、なかなかね。でなんか FA 宣言して
残留した選手ってこれまでドラゴンズいるのかなと思って調べたら、2001年の、山崎武史選手が FA 宣言して残留してるっぽい。で、谷繁選手も2005年かなに FA 残留、宣言残留をしているというね。まあそれ FA 宣言して残留が認められるっていうのはね、結構いい条件っていうかね、まあ公平だなとは思いますけどね。FA 宣言して残留が認められてたのって他に誰かいるかな。大島選手とか平田選手もそうかな。まああの二人はね、別に宣言はあれでしたけれども、残留もするならしていいよっていうね、残留も認めますよっていう感じだったんですけど、この松葉選手の言い方だとドラゴンズはね FA 宣言の残留を認めているっていう感じですよね。なんかね、その得は得らしい、選手にとって FA 宣言するとなんか一回こう契約が切れるから、またドラゴンズに戻ってくるとしても再契約でまた契約金がもらえるんですって。だからした方が得だっていうね話ですけどね。なんかね、僕はね取られちゃう気がするんですよね、正直ね。で、巨人とかね行きそうなイメージないですか、なんとなくだけど。別に何か確固たるね理由があるわけじゃないけど、松葉選手だったら中継ぎでもいいのかなとかね、巨人ね左の中継ぎがっていうところで、あと本人はね阪神ファンっていうね、らしい。だから阪神に行きたいっていう気持ちもあるのかなとかね思いますけどもね。でもともとパリーグでやってたね選手だからオリックスに出戻りっていうのもこともあるんですかね。ちょっとその辺はね分かんないですけど、まあ、とにかくまあ、勝ち得たね権利ですから好きに使ったらいいのかなって思うんですけど、まあ、好きな選手で寂しいっていうのもあるし、そうなんて言うんだろう、こういう言い方が合ってるかどうか分かんないけど、まあ、使い勝手のいい選手っていうかね、まあ、5回まではきちんと投げてくれる。で、本人は中6日じゃなくても中4日でも3日でもいけますっていうね、短いイニングならいけますっていうね、そういうなんて言うんだろう、こう気持ちの強い選手っていうかね、そういう選手がいなくなるのね、非常に寂しいっちゃ寂しいですけどね。まあいいようになってくれればいいかな。で、できれば残ってほしいかな。宣言するとね自動的に年俸がねやっぱり釣り上がりますから、で契約金もドラゴンズに戻ってきてももらえるっていうね。まあ野球選手ってのは結局職業だからね、いいお金がもらえればいいかなと思いますけどね。2800万だとどうかな、松葉選手の成績的には。他の球団がどれぐらい評価するか分かんないけど、まあ、ドラゴンズ的にはまあそんなもんなのかなっていう印象ですかね。19試合投げて6勝7敗か、まあ、3000万、そうね、まあ、不当に安いなっていう風な感じはあんまりしないけど、まあ、19試合先発したんなら4000万5000万5000万、ドラゴンズ行くか、5000万、どうなんでしょうね。他のお金のある球団だったらね全然出しそうな正直出しそうですけれどもね。まあね、雑談ということでね、ごめんなさいね、考えがまとまってないんですけれども、まあ、とにかく僕が思うのは FA っていうのは僕はどんどん使っていった方がいいって思う派なんで、ね、それが選手の権利ですからね。なんか誰かが谷繁さんかなんかがなんかその日本は FA 宣言しづらい環境にあるんだっていうねことをね昔言ってたような気もする。まあそのなんていうの、忠義を果たす尽くすのがまあ日本人のこの美徳とされてるね、中でやっぱり FA っていうのはねやっぱりまあしづらいとはなんとなくわかる。俺もプロ野球選手じゃないけど義理を果たすっていう意味ではなんとなくしづらいんだろうなってのはわかるけど、どん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 使っていってね欲しいなと思いますね。皆さんどう思いますか。よかったらコメントにね、書いておいてください。以上、大竹遥でございました。バイビー。